望んでも叶わない明日があると目を閉じてそれでも歩き続けた。いくつ夜を重ねても消せなくて光を求めてる。振り返る道にはもう戻れなくても世界入れない。それならもうほっと。
つ的なわちゃは流されるほど弱じゃない。蹴られればその分磨かれてくの。好き勝手言ってあざけてる。食らないなら好きだって言って、愛し合うのがいいんじゃない。まずでしょ、聞いているほうがどれだけ楽なんでしょう。
小さな手じゃ届かない、それでも翼広げて飛び込むなら True High。 遠くで鳴り響いてる雷鳴、懐かしさ抱きしめた、そうだ泣いてるだけじゃ進めない、生きてることで伝えたい、はいつくばって強くなって強くなれ、立ち上がるなら今だ、いつもわがままならすれ違い、終わりのないレース繰り返すだけじゃまだ何も変われないまま、こんな小さな手じゃ届かない、笑ってはいませんけど。なんてよ、はい、やったゼップだ。やりたかったんです。
ありがとう。さあ、ボーカルのメリアです。2階もね、ありがとうね。見えてるからね。奥の方まで見えてるからね。前のみんなもよろしくね。さあ、ついにね、やってきました。今日2017年日本での最後のワンマンライブです。今日は来てくれて本当にありがとう。いやね、最初から最後まで、今日は2017年最後のライブですから飛ばしまくりで行きたいと思うんですけど、みんなついてこれますか？OK、いい感じ。そして今日知ってると思うんですけど、ニコ生も入ってるんで、ニコ生見てくれてるみんながカルニネのライブめっちゃ楽しそうじゃん、行きたいってなっちゃうくらい、ここにいるみんなで楽しんでるとこ見せつけちゃおうよ。よろしく。はい、というわけでここにいるみんなで全員一人残らず最高に楽しんでいきましょう。よろしく。それじゃあ早速次の曲いってみましょう。思い切り行こうよ東京、思い切り見せてよ。容赦ない現実に身にじられても、こんなんじゃ終われない。涙流した昨日の分だけ強くなれるというなら、世界中の誰になって私負けない。怖い、叶わないとか間違いて、不幸を願うもの、泣いてる人を嘲笑う人、強くなれるというなら、世界中の誰にだって私負けない。怖い、叶わないとか間違いだとか全部笑い飛ばして、運命さえ変えてみせる It's my life、 思い切り生きてみ、
も痛いほどに愛して一晩の夢物語それでもいい優しさはいらないわ赤い月照らされて溶かしてひび割れた隙間から入りたいやけども糸はないもっと深く奥まで連れて行ってじりじり逃がすとチクタク迫る時分かってたはずなのに悲しいのはどうしてこの世が
かはいつかは痛みも迷いも消えて他の誰かを愛せるだろう。溢れた涙は戸惑いを抱いて落ちた悲しい夜空に咲く花に照らされた少し大人になった横顔人の声をかき消して聞こえたのは胸の音なくした時間を埋めるより朝が来るまで話をしたね知らない君を見つけるたび寂しくて愛しくて恋をした時を止めて口づけしよう触れただけで燃えるようにこの胸が熱くなる二度と忘れられぬように潮の花を裸足で駆け出した私を呼ぶ子供みたいに無邪気な笑顔重なり合う二つの影降り注いでるせりしぐれ過ぎ去る夏は足早に明日の今頃は遠くの街それでも心は求め合い
も信じ合う愛を知った。時を止まれ口にしても願いなんて悲しい。大丈夫、一人で全部抱え込む君の悪い癖、いつになっても治らないから、今日も静かに手をつないだ。世界が君を弾き出しても私がそばにいるから、恐れなくていい。扉を開けて、君の未来が私の未来、君がいるなら何も怖くない。二人をつなぐ重ねた手と手、離れないように強く握りしめて。優しく強い、誰よりももろく弱い人、たくさんの痛みを知って悲しい子
ないでね、ここにいること。君を信じる私を信じて、君の隣にずっといさせて、迷った時は優しく照らす光のように君を包み込めるように。違う場所、違う時代、違う世界に迷い込んでしまう。生まれ変わっても君を信じる私を信じて、君の隣にずっといさせて、迷った時は優しく照らす光のように、君を包み込めるように。君の未来が私の未来、来た街、電車の窓、憂鬱な人混みを揺られながら運ばれてく。僕は一体どこへ向かうの？憧れてた理想も塗りつぶして、たった一人で少しずつ失ってゆく。愛気を勝ちとか負けだとか、どっちが上とか比べる毎日。今日の順位知ってはまた苦しくて飛び降りた。知らない駅のホーム、水たまり映り込む空見上げた雲の狭間に差し込む光、なんて綺麗な景色だろうか。溢れた涙が今張り詰めてた心ごと溶かしてく。忘れていた泣けるほどの世界の美しさを、どこかの
した少しずつ広がってゆく愛色をつけるように少しずつ
気持ちを知ったように書いたビジネスレイクな雑誌で予習言葉の意味を分かってるのかこっちが心配になってくる大きく見せてるところは可愛いそのツケをどこに持ってくるの自慢話を聞きに来たんじゃないあなたは私をどうしたいの時間だけでバタじゃないんだし響かない言葉などなんてないで惨めなとこを見せないでこのまま返してもいいのI'm not afraid to die.
絡ませて桃の質好み干せばこのまま離れてくらいどうか消えないで桃源郷もう一つかじれば罪の味私から行きましょう。お願いします。皆さんこんにちは、ニーナでーす。いや今日はね、大好きなガルミレのワンマンライブに初めて梅さんと一緒に出れるということで、とっても光栄でございます。最後まで楽しんでいきましょう。はい、皆さんこんにちは、みゆめでーす。ありがとうございます。もう本当5年越しくらいの念願のガルニレリアワンマンライブ出演、本当にありがとうございます。もうね、それもこれもさ、皆さんがたくさん動画を見てくれるおかげじゃないですか。ありがとうございます。なので本当に感謝しております。ありがとうございます。ね、さっき言った桃源もさ、500万再生いって、はい、この間極楽浄土2000万再生だよ。やばくない？もうとんでもないとこまで来てしまったなと。とんでもないわね。すごいよね。すごい、おばちゃんみたいになっちゃうの、3人集まると。本当よね、3人集まると ね、 ね、そうなのよ。おしゃべりが止まらなくても本当にね、大好きな2人にこうしてゲストに来てもらうことができて本当に嬉しいです。ありがとうね、2人とも。ありがとうございます。ありがとう、こちらこそ。このさ、3人でこう日本でパフォーマンスする機会ってなかなかないじゃないですか。ないんだよ。ねえ、ないのよ、うん、本当に。だからすごいレアな、感じよ、今日来てくれる人はね。あのガールズとか、はい、そうね、すごい久しぶりだったよね。そうだよ。もう、え、日本でパフォーマンスしたことあるぐらいのレベルで。それだ。本当だよ。確かに。ねえ、もう遥か昔よ。ねえ。もう思い出すの大変だったよ。苦戦してたね。ねえ、それ本当にさ。でもみんながすごいてててるでめっちゃわーってなってくれて、うん、後ろ向いてたんだけど、めっちゃうちらみんなドヤ顔してましたからね。そう。そうってなってたね。してたね。そうそうそう。
でそれでね、まあ衣装チェンジもしてきたわけなんですけど、はい、みんなね、徳さんもね、徳さんもね、徳さんもね、徳さんかわいい、徳さんかわいい、徳さんかわいい。で、この衣装なんか見覚えありますよね。おおちょっとまだ C よそれは。まあ9月の頭にね、新しい踊っちゃってみたの動画を、はい、今回アップしたんですよ。見てくれました？ありがとうございます。撮影も大変でしたね。大変だ、大変だ、大変だ。いやもう、まあ、とにかく、まあ、2人ね、3人プラス2人 ATY っていうのが、はい、2人にも一緒に入ってもらって5人で今回やったんですけど、うん、まあこの3人だけでもスケジュールを抑えるのが相当大変だよね。ATY が加入したことによってさらにね、全然空いてないどうしようってなったんだよね。なったね。でもリハを頑張ってやって、その本番2テイクでしたよね。あれそう、うん、すごい。いや違うの、もっと撮りたかったの本当は。欲を言えばね。やめようよ。もっと撮りたかったの。そうね、そうね。時間的なあれで、ね、あれなんかやばくない、えこれで、あってなっちゃって、あ、おい、おい、おい。2テイクしか撮れなかったのよ。そうなの、うん、でも、やっぱさすがですよ皆さん、息の合い方が尋常じゃない、ね、すごかった、うん、本当にガッと集中してね。いや、よかったです、ね。まあ、これもね、たくさんの方に見ていただいてすごい嬉しい限りでございますけれども、はいはい、じゃあそんな頑張ったさ、新曲をね、うん、やるのね。ここでちょっと3人のスペシャルバージョンで、ここでライブで初披露したいと思います。ちょっとこの曲気合がすごい必要なんだけど、大丈夫、みんな準備、準備大丈夫ですか？バンドメンバーも大丈夫？あ、OK、 いけるね、梅ちゃんもニーナも OK ね。じゃあ行くわよ、みんな打ち抜かれる準備はできてますか？掛け声みんなの担当なんでよろしくね。へっへって言ってよ。いけますか？OK、 それじゃあ聴いてください、ヒステリックバレット。噛みつくように塞いだ口、答えなんていらない、心臓を打ち抜いて君を離さない、ヒステリックバレット。ローディング完了、君までの距離はゼロ、もはや逃げる余地もない、頭の中占領、かすかに触れ合う手が絡んで、わりとらしく追いかける、そんなの当然わかってるけど、少し危険なくらいがちょうどいいでしょ。待っているだけなんてらしくないから、引き金は私が引いてあげるわ。噛みつくように塞いだ口、答えなんていらない、余計なこと言わないで、抱きしめてよ、苦しいほど締め付けてる、この愛が消えないように、心臓を打ち抜いて、君を離さない、ヒステリックバレット。いくよ、せーの、飛んじゃって暴走、思考停止腕の中、甘い香り、ちょっとヤバいくらい、クールじゃなんだ、お遊びなんかじゃない、甘く見てたら出て、どうかしてる、どうだって奪って、もう No one にでもして、でもね、やられるだけじゃ悔しいから、反撃の時間よ、覚悟して、焼き付くように、いつの証し、もっと深く奥まで、余裕なんてなくなって、求めてるの、目が覚めても忘れないで、この魔法を解けないように、心臓を打ち抜け、
づくように刻む証しもっと深く奥まで目覚めても魔法が解けないように、噛みつくように塞いだ口答えなんていらない、余計なこと言わないで抱きしめてよ、苦しいほど締め付けてる、この愛が消えないように心臓を打ち抜いて君を離さない、ヒステリーバーレちゃんとニーナにも大きな拍手ありがとう。本当にありがとう、大好き、愛してるよ。はーい、はーい。というわけですごい疲れたよってね、ヒステリックバレット、ライブでみんなのへーへーがあるとさらにパワーアップしてすごい楽しい曲になるなと思いました、ありがとう。いやー、ちょっとお水飲んでいいかしら。はい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 。なんすかなんすか。いや嬉しいっすよマジで本当。いや本当。いやおじいちゃんみたいになっちゃってじゃん。大丈夫。いや嬉しいんだよ。ねえ。まあそれにしてもさ。今日のライブは本当盛りだくさんでしょ、すごくない。まあ梅ちゃんニーナ来てくれるし、徳さん歌ってたしね、びっくりしたでしょ。いや私もねびっくりしたの、歌ってんのみたいなね。でもあのリハまで、あの本当最終リハまで、歌詞がねついてなかったんですよ、あそこの徳さん歌ってる部分だから、ララララララって歌っててあこれ大丈夫かなと思ってて、でも本番ちゃんと歌詞ついてたんでよかったなと思って間に合ったんだなということで、言うなって裏話をね、裏話だね、そうそうそう、いやいやよかったですよ、うん、本当ねえよかったよね、ありがとう、ありがとうございます。いやまあね、今日はまあそんな盛りだくさんで楽しいライブだなと思うんですけど、でもここからね後半戦さらに上げていきたいなと思うわけです。みんなまだ体力残ってますか。さすがだね、まだいけんの。じゃあちょっとみんなの声もっと聞かせてほしいんで、ちょっと声出し行こうかなと思います。いけるかゼップ東京。オッケー、じゃあ行くよ。男子、ヘイ女子、男子、はい女子、1回、2回、2回頑張れ。男子、派手髪の人、結構黒いね、黒髪の人。あ、じゃあ今日初めてライブ来てくれた人、ありがとうございます、これからよろしくね。ギャラクシアの人、いつもありがとう、愛してる。男子、女子、男子、女子、全員、もう一丁行こうぜ、全員。 OK、 その調子で後半戦行ってみましょう。
一人では届かない世界を見に行こう。下に忘れ去られた遠い記憶、星空映した水面のように澄んだ瞳、僕を見つめてた。やっと会えたね、ずっと待っていたよ。涙の跡も構わずにただ前を向いて走り続けた。体は重く歪む視界、僕を壊してく。それでも一緒に見たい夢があるから、ことなく世界がどんなに形を変えても、絡めた指誓った君と僕との約束忘れないよ。大切なものは全部全部君が愛すること、愛されること、笑顔の裏側
したつもりで、だけどいつも君には見抜かれてしまっていて、こんなのは初めてだと惑うけど、他の誰にも聞かせない、なんだかわかんない、朝が胸を焦がすから、運命の糸手繰り寄せたその先に今新しい夜明け。探してた、きらめく世界の答えはいつだってティーカップの中映っていたんだ、やけどしそうな温度、甘すぎる死にがすぎる、そう自分たちだけのブリーフ飲み干して、あの日君が教えてくれた、なんだかわかんない、朝が頬を伝うから、それぞれの想い絡み合ったその先に今新しい夜明けが来る。わかんない、暑さが胸を焦がすから、運命の糸手繰り寄せたその先に、ほらどこまでも続く未来、今日の君が教えてくれた、なんだかわかんない、暑さが頬を伝うから、それぞれの願い
そう決めたはずなのに Make a ever call back 欲しくてたまらないの分かってるよ君は嘘だらけそれでもいい Give me a kiss I'm crazy, I'm crazy about you I can't stop loving you Only you, my heart is only yours Na 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 I know my bad boy Bad boy I know my bad boy He's such a bad boy He's not a nice boy I'll be your play toy Say it! I'm a bad boy He's such a bad boy He's not a nice boy誰もが悩むハッピーエンドよりあなたと私二人だけの秘密が愛おしい何のため生まれてきたのだろう。いくつ数えたら満足できるの。数字ばっか気にして自由に夢も見れない。歪む笑顔の下にいつも隠された嘘。その目そらさないで今を見つめて。自分自身を諦めないで So if you want to be the way I live there I can still follow you in the world 偽りだらけの幻想は打ち砕け敵か味方なんて一瞬で裏返し信じる道だけ選んで曖昧な世界目に見えるものだけが正しいわけじゃないさ伝えたいなら手を挙げて心さらけ出してみて流されるだけじゃどこへも行けやしないくすむ景色の色に慣れてしまわぬようにその手ないで明日を見つめて自分を自身を諦めないで So if you want to be the way I live now I can still follow you in the world 誘惑だらけの現実を打ち破れ悪化正義だって一瞬目を
。めっちゃ汗かいたね。あれ私だけじゃないよね。みんなもかいてる？暑いね。大丈夫？ぎゅうぎゅうしてない？そこら辺大丈夫？してるわよね。ちょ、満員電車みたいになってるけど大丈夫？落ち着いて。元気？みんな。オッケー。さあね、まあ、デビューして私たち4年目？はい。ありがとうございます。結成してこの間7周年を迎えたんですけど、ありがとうございます。みんなのおかげでね、今年は全国ツアー初めてのできまして、そして今日ここから初のアジアツアーが始まるということなんですけれども、最近はね、本当海外でライブをさせていただく機会も増えまして、日本のみんなはもしかしたらちょっと寂しいなってさ思っている人もいるかもしれないんだけど思ってる？でもね、私たちの音楽を聴いて少しでも幸せな気持ちになってもらえたりとか、笑顔になってもらえたり、喜んでくれる人がいるなら、その場所に私たちの音を、届けに行きたいし、これからもっともっと、広げていけたらいいなと思っています。なので今回はアジアツアーをやることを決めました。ありがとう。でもね、こうして日本のみんながいつも支えてくれて応援してくれていることで、私たちは自信を持って胸を張って海を渡ってステージに立つことができています。本当にいつも支えてくれてありがとう。今日、日本のここ東京から始まったアジアツアー、みんなが胸を張ってガルニレ最高でしょって言えるようなライブを届けてきます。そしてありがとう。今日みんなからもらった愛を海を渡ってつないでいきたいと思います。期待してて。もちろんみんなとも来年、そして再来年とね、そしてその先もまだまだ見たい景色がいっぱいあるので、これからも素敵な未来に向かってみんなと一緒に歩いていきたいなと思ってます。これからもガルニレリアをよろしくお願いします。ありがとう。そんな気持ちを込めて今日ラストの曲はこの曲を選びました。今日本当にありがとうございました。聴いてください。ため息は白く時を止めてしまいそう。君の思い出遠く星を眺めて眠った古いピアノがそっと奏でるメロディー、今も寂しい誰かの孤独を慰めてる。とても遠く遠く霞んだ青の月よ、少しずつ少しずつ波紋広がるように、遠くまで遠くまで響き渡る。
ず昨日の笑顔さえ見失ってた。壊れてしまうのはいつも突然流れ星に何度祈ってる。冷たい唇飽きるほど思い出してる。あの日はもうどこにもない涙を拭いて輝かせて燃え尽きる。まだためらわない明日バトは弱虫した僕は消えた。生まれ変わる絡み合った言えない。いつも抱きしめて生きてゆくんだ。どんな暗い夜も照らすバリンソン。不確かなものだから答え同じような道を繰り返し彷徨っていた。諦めてしまうのは簡単だけど、うずくまって止まっているだけじゃ何も変わらない。焦ること動き出してる。願いは求められない。想いは泣いて輝かせ全然燃え尽きてなかったねみんなさすがですよ。ほんとめっちゃ体力あるやんみんなすごいわね元気徳さん。あ、元気元気。あ、俺忘れてたこれ何。ああ、せっかく仕込んでたのにアンコールで使うって忘れてたね。もういいわちょっとえ、ちょっとうーじゃないよ。いやまあさ、パリピ感出そうっつってねポンポンを仕込んだんだけど、あ、その話は置いといていや今日ほんとごめんね T シャツなんか私だけ着ちゃってすいません。ほんとごめんなさい。なんかごめんなさい本当にすいません。赤はさ、ファンクラブ限定の T シャツなんだけど、ちょっとなんかあれしたみたいでなんかまあいろいろあるんだよね。だって生きてればいろいろあるのよ。俺のもないんでしょ。だってそうなのよじゃあ本当は徳さん
も赤だったんだけど、あら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 、ねえ、親って感じだけどね。まあまあそんなこともあるのよ。そのうち届くよね。後日配送されるらしいのでぜひゲットしてください。そう、あ、今日アジアツアーだから、ちょっとグッズのテーマもちょっとアジアンな感じにしてみたんですけど、どうですか？ゲットしてくれました？勝手に見せて、みんな。あ、いいねいいね、ありがとうございます。あ、神様いる。そうなの、今回神様ちょっとレベルアップしたんですよ。ついについに立体になったんです。平面からの脱出を。でも知らない人からするとタコに見えるのね。悲しい。だってさ、なんか、うん、仕入れ の、 なんか箱段ボールにさ、タコパスケースって書いてあって嘘公式でタコになってるじゃんって思って。本当？いや、ちゃんと神様って名前があるからよろしくね。これ徳さんが生み出したキャラクターですからね、これ。そう。ゆるいよ ね、 ね。まさかこんなになるとは思ってません、ね。いや嬉しいです。はい、2000円でお持ち帰りできますので。連れて帰ってあげてください。神様ね、うちの神様、はい、お安くお手頃にゲットできますので、通勤のお供に、通学のお供にぜひ連れてってください。ありがとうございます。さあ、ここでちょっとお知らせしますけれども、真面目な話よ。もう知ってると思うんだけど、2017年11月1日ね、今日から1ヶ月後です。私たち8枚目のシングル合言葉リリースします。ありがとうございます。この曲はアニメ語りずっていうね、アニメのオープニングテーマでもあるんですけれども、まあ、このアニメが、まあ、好きなものを共有して、それで仲間をねどんどん増やしていって、いろんな素敵な思い出を作っていくっていうアニメなんですけど、まあ今日のさ、このライブも好きを共有して集まった仲間たちと作り上げていくものじゃないですか、ライブなんていうものはね。そうだから、こうみんなが思い切り好きなものを好きって言えるような曲をね、今回作ったんですよ。そうなので、まあこの曲は MV でもすごい踊ってるんですけど、実はね。で、なんか MV 今日解禁なんだっけ。あって言ってた気がするの。だからお家に帰ってちょっとチェックしてみてください。あ、あれだ、今日上がんなかったらごめんね。多分そう、多分21時だった気がする。よろしくお願いします。でね、 MV でも踊ってるんですから、ライブでも踊りたいじゃないですか。ということで、ちょっとダンサーズ呼んじゃいたいと思います。じゃあまずは、みおみさきみーちゃん。イエイ、今日もかわいい。そしてもうお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、今日のライブからなんと新しい仲間が増えました。呼んじゃうよ、ミキー、そしてレイナ。そうでしょ、かわいすぎてスカウトしちゃったの。うちに欲しいって言ってね。そう、もちろん MV にもミキ、そしてレイナ、ミサキも登場してもらってて、なんと今回の振り付け演出もミオ先生にお願いしております。いや、めちゃめちゃかわいくてポップでパリピなね、MV が出来上がったので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。さあ、それではね、ダンサーズも揃ったということで、なんとここでその新曲合言葉初披露します。この曲サビでみんなのパートがあるんです。ちょっと練習しようかな、だって聞いたことないもんね。一人より君とならもっともっとっていう感じで、ちょっと徳さんテンション低くて分かりづらいんだけど、テンション上げてこ、結構上がってんだよ。あ、そう。
一人より君とならもっとキラキラに輝くもっと、あ、そういう感じです。2回2回あるのよ。2回そうそうそう、 OK。 あ、それで毎回だからサビ毎回やりますからね。大丈夫かな。じゃあみんなもちょっと言ってみて、いくよ、せーの。一人より君とならもっとキラキラに輝くのもっと。おー、で3回目はお休みね。ずっと永遠にもっともっと言い続けちゃってね。3回目やるとちょっとそう、おかしなことになっちゃうからね。2回よ、マジでサビ頭2回ね。じゃあもう一回練習しよう。一人より君とならもっとキラキラに輝くもっと。 OK、 いい感じ。それじゃあその調子で新曲合言葉いっちゃうよ。いいですか？してた知らなかったよ君に出会うまで魔法みたいに動画を Run your world 教えて教えて君と僕の合言葉つながるつながる勇気を出して一人教えて君と僕の合言葉つながるつながる勇気を出して最高。
みんなのモットーが聞けて嬉しかったです。この後あのハイタッチ会もあるんでね、ゲットしてくれた今日、はい、これ多分ねすごいライブで楽しいなと思ったの。今やってみてライブの定番曲になるなと思うんで、11月1日ぜひゲットして聴き込んでおいてください。よろしく。ありがとう。今日は本当に楽しかったんだけど、みんなはどうだった？最高だったよね。ありがとうございます。楽しかった徳さん。いい使い方でした。最後に気持ちよかったね。はい、でもね、あの二人が来てくれていて、この曲をやらずに終わるわけにはいかないじゃないですか。ねえ、あれ何の曲か分かってるよね。大丈夫？ということで、梅ちゃんにやっぴ再び登場していただきました、梅ちゃんニーナ。ありがとう。このね、梅ちゃんニーナと出会えて、そして、この曲に出会えたから私たちは今、ここに立ってるんじゃないかと思っています。そしてアジアツアーのきっかけとなった、曲でもあるなとこの曲は思っております。2017年ね、最後のライブですので盛大に行きたいなと思うんです。みんなやってくれる？じゃあその前にちょっとみんなにもっと近づこうかしらね。 あらどうもありがとう。あらどうもありがとう。こんなに近くで見れることなかなかないかんね。いや、このステージさ、何回か今日立たせてもらったんだけど、めっちゃ近くない？近いねー。うー、あ、もう大変な、スタッフさんすいませんね、本当に押さないで、スタッフさん大変なんだから、ちょっと押さないで、押す気持ちもわかるけど。ありがとう。じゃあこれで本当に、本当に、本当にラストの曲だからね、みんないけますか？極楽浄土。花もいつか散りゆくもの、それならこの一夜をもっと熱く愛したい。ちょいといいこと言ってしましょう。これは夢か幻か、そんなことないさ。行きましょう極楽浄土、歌えよ歌え心。
みんなめちゃめちゃいい顔してます。本当ありがとうね。このみんなのいい顔思い出に残したいんで写真撮ってもいいですか？撮っちゃおう。撮っちゃいましょう。バンドメンバーの皆さんお疲れ様でした。すごい疲れ切ってる。イエッ。ダンサーズも本当にありがとう。梅ちゃん、ニーナもありがとう。よっしゃ、じゃあ写真撮ろう。撮ろう撮ろう。出て並ぶ。あ、じゃあもう、待って、どうぞどうぞ。あ、もう大変なことになっちゃった。はい、しゃがみます。あ、私たちはね。大丈夫かしら、みんな顔見えるかな。顔見えるようにこううまいことやってるよ。うまいことね。私が言います。え、徳さんが言いたい。はい、チーズ。あ、じゃあ今日徳さんの声聞いといてよ。いや、え、やだ。いや、あ、いいよって言ってんの。いいよって言ったの。あ、ありがとう。最高の顔頼むよ。いくぞー。はい、チーズ。オッケー。早っ。いやいや、もう一回、もう一回、もう一回。別ポーズ、別ポーズやろう。別ポーズ。なんか別パターンね。もう一回いくよ。はい、いきますよ。はい。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。オッケー。さあ、さあ、さあ。あら、すいません。よし。なになに、あ、それ、はい、ありがとう。それではまずはダンサーズに大きな拍手。ありがとう。バンドメンバーに大きな拍手。ありがとう。そして梅ちゃん、ニーナに大きな拍手。最高。あー、楽しかったね。さあ、来年もよろしくと言いましたけれども、来年もまだまだみんなに一緒に会いたいから、ちょっとここでお知らせがあります。例のあれを持ってきてください。あ、意外とちっちゃいっていうね。例のあれって言っといて。例のあれ見える？見えない。大丈夫、私が読むやつだから。それでは皆さん、心の準備は良いでしょうか。良いでしょうか。まだ今日アジアツアー初日ですが、2018年春ワンマンライブツアー決定してます。日本のね、日本でのワンマンライブ。日本の
日付2018年4月7日大阪バナナホールってとこ バナナホールって、はい、バナナホール新しいとこなの。あ、そうなんだ。そうなんだ。で、4月14日愛知エレクトリックレディランド、そして4月の29日東京中野サンプラザホール初めてのホールだよ。イエーイ。ねえ、今回すいません、透明班なんですけれども、ごめんなさいね、本当に。あ、でもこの透明班大成功させて、またね、もっともっといろんなところに行けるように頑張るんで、まずはこの3カ所ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。で、チケットは大事なとこ、これ言うわ。チケットは今日21時からファンクラブ最速先行受付がスタートします。はい、ファンクラブで購入していただいたチケットはいつもの通りピクチャーチケットです。はい、よろしくお願いします。はい、ぜひゲットしてください。いやー、アジアツアー初日にね、来年の、ツアーが発表できるということで、またね、来年の約束もできたということで、本当に嬉しいですね。また会おうね。はい、ちょっと疲れてますけど、でも初めてのホールなんでね、いろんな試みをまた、椅子があるからね。そうそうそう、それよね、ほらね、ロッカー代がかからないかもしれないとか。あ、確かに、なんかいいことばっかりね。え、ロッカー作る？いや、いやいやいや。でもね、本当に2018年もまだ、これだけじゃないんですよ。発表したいことたくさんあるんだけど、まだ言えないんだけど、もうね、もうやばいことになってんですから、本当にもう、ちゃん、もうすごい働いてる。いや、そうよ。ありがとうございます。マジマジマジ、もううちらが寝ずに働いてるということはいっぱいあるってことですか。いろいろね、待っててください。はい、よろしくお願いします。じゃあ2018年もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。本当にマイク使うなとか言ってます。いや、ありがとうございます。本当に